グループステージ第3節、横浜 FC 対浦和レッズ、両チームスターティングイレブンの発表です。まずはマッチコミッショナー審判団の発表です。マッチコミッショナー石井秀明、主審上田雅也、副審高橋博之、副審坂本慎吾、第4審判坂井達也、以上になります。この後は浦和レッズ選手紹介です。レッズサポーターの皆さん、ようこそ日本一ピッチャーへ。それでは浦和レッズスターティングイレブンの発表です。12番ゴールキーパー鈴木大吾、3番ディフェンダー宇賀神智也、4番ディフェンダー岩波拓也、42番ディフェンダー工藤浩太、11番ミッドフィルダー田中拓也、17番ミッドフィルダー伊藤敦樹、19番ミッドフィルダー金子大輝、36番ミッドフィルダー福島竜也、14番フォワード杉本慶隆、30番フォワード大六木慎吾、24番フォワード百合木浩也。続いてクラブメンバーのご紹介です。1番ゴールキーパー石川修作、5番ディフェンダー牧野智明、34番ディフェンダー藤原雄大、21番ミッドフィルダー大久保智明、22番ミッドフィルダー阿部勇樹、13番フォワード伊藤良太郎、15番フォワード秋元貴弘、監督リカルド・ロドリゲス、